ライム、おい、ライム、ライム、ライム、乙女回路がなくなっちまってる。なんでもよ、ライムちゃんのここんとこに入ってたパーツが盗まれちまったそうだぜ。ここんとこってと？ハートってやつだろうな。するってと？ライムちゃん、ハートを盗まれちまったってのかい？思い果てなく、心はるかに。とにかく、古道具屋にジャンク屋、パーツの出回りそうなところ、片っ端から当たるんだ。よし。頼んだぞ。うん。助かるよ、オビーチ先生。捜索は頭数が多い方が良いからな。私も用事が済んだら手を貸そう。すまん。よし、わしらも行くぞ。オタル君、何しに来た？オタル、俺も一緒に探すよ。バカモン、お前は長屋に残っておれと言っただろうが。ライムを一人ぼっちにしとく気か？戻れ。でも。いいから戻れ。ほら行くぞ、花形。オタル君、乙女回路は僕が必ず見つけ出す。君のためにね。何言ってんだか。待ってくれ。早く戻ってやれ。チハン、でも戻っても今のライムには。ライムはライム、違うのか。戻ってやれ。ライムはお前を待っているぞ。そうほら、これ。そうか、乙女回路が手に入ったか。はい、閣下。ご苦労だったな、ルーベンス。これより回収に向かわせる。はい。分かってると思うが、くれぐれもバカなことは考えるなよ、ルーベンス。いや、オビーチ総衛門。もちろんです、ファウスト閣下。バカなこと。そうか、ダメだったか。すみません。もう一度回ってくるよ。あ、待てよ、腹減ったろ。え、走り回ってさ、腹ペコペコだろ。飯食ってから行けよ、今支度すっから。蛍様、それでしたら私が。いいよいいよ、ちょうどやることなくて参ってたんだ。今の私はもはやオビーチ総衛門ではない。ファウスト総統閣下の中心、ルーベンス。私はルーベンスなのだ。
暗い。ここはどこ？僕どうしちゃったの？優しさだけが愛じゃない。抱きしめられることだけが愛じゃない。私はファウト様のために死んでもお前たちを倒す。どうして、どうして好きな人がいるのに死ねるの？心があるからさ。心、ファウスト様。つらい、つらいのね、ライム。誰？すごくつらい。悲しくて、苦しくて、こんな気持ち嫌だよ。こんな思いするぐらいなら、僕、心なんていらない。さあ、食ってくれよ。チェリーほどうまくねえかもしれねえけどよ。ほら、ライム、おめえも。早く食いな。おめえの好きな芋の煮っころしもあるぜ。しょうがねえな。おめえ、力の加減も忘れちまったのかよ。いいよ、ほら、俺の箸使いな。ダル、ライム、いいの？このままで帰りたくないの？ホタル、ライム、帰りたくない。小雪、小雪、寂しかったか？運命だった。だが世間の者は誰一人として私たちのことを理解してはくれなかった。この恥さらしが！機械相手にデレデレしやがって！君悪いんだよ、出ていく！くそ！ジャポネスを追われた私たちは当てどなく各地を放浪し、そして最後にたどり着いたのがガルトラントだった。忘れない。マリオネットが笑った。人間と同じように乙女カイロという魔法によって、ファウスト閣下は生き倒れの垂れ死ぬところだった私を助けてくださった。だから私は閣下に生ある限り忠誠を誓ったのだ。だが今ここに魔法の箱がある。
乙女カイロ、私はこれをお前に組み込む。ほんの少しの間だけ。閣下もきっとそのくらいは許してくださるだろう。たった一度、ほんの一瞬でいい。私はお前の笑顔が見たいのだ。この乙女回路のデータを消してお前に組み込もう。もうすぐだぞ小雪。私思いなんかしたくないの。だから心はいらないの？帰りたくないの？だって帰るとまたきっと辛いことがある。誰かが死ぬなんてやだ。もう絶対にやだ。あなたの気持ちはよくわかるわ。でもね、ライム、それが心を持つということなのよ。生きるということなの。家康のじっちゃんが大事にしていた絵の。ライム、確かにここにいれば、心と体が別々にいれば、もう二度と辛い思いをしないで済むわ。その代わり、あなたはこれからずっと小樽と離れ離れよ。辛い思いをしない代わりに、あなたはもう小樽を感じることはできないのよ。それでもいいの、ライム。小樽。何やってんだよ、小樽くん。よせよ、そんなとこにはねえよ。探したのかよ、おめえら。ここ探したのか。小樽くん、大丈夫か、小樽くん。離せ、離せよ、離せ。小樽、すぐだぞ小雪。ただいま。ただいま。ライム。オタルが泣いてる。僕のためにオタルが泣いてる。ライム。帰りたい。僕、ホタルとこに帰りたい。あなたには辛さを分かち合える人がいる。その人と生きてみなさい。心と共に。ホタル！ライム！これは。許せ、ライム。お前たちは師範。あんただったのか。壊されたくなかったら我々に手出しするな。行くぞ小雪。ホタル。
じゃあ。シアン、あんた。嘘だろ。シアン、どうして。俺には信じられねえ。あんたみたいな人がなんで。言うな。どうしてないのシアン。どうしてカルトラントの花瓶や。お前になら分かるはずだ。マリオネットは機械か、ただの人形か。いや違う。たとえ自ら話すことができなくとも、微笑むことすらできなくとも、生きているのだ。あの子は生きている。私の小雪は。あの子にも笑顔をあげたい。たとえ束の間でも。違う。だから乙女カイロが必要なのだ、小雪のために。あんたの気持ちは分かったよ。でも俺だって負けるわけにはいかねえんだ。ライムのために絶対に負けるわけにはいかねえんだよ。ホタル様。ホタル、手を出しな。それを拾って逃げろ。あ、いいぞ小雪、走れ。小雪。裏切り者には死を。これでよしっと。ライム。もしかしたらあの人が小樽様だったのかもしれないわね。